ご紹介ありがとうございます。はじめにですね、今日はこういった興味深い研究会に招待いただきましてありがとうございます。オーガナイザーの先生からありがとうございます。研究会の皆さんありがとうございます。ですね、私今日は、植物題材で、一発目私でいいのかどうかちょっと分かんないんですけど、とにかく、植物メタボロミクスっていうのを、研究分野でやってきております。で、特に私の場合はデータの解析ですね。で、最近ですとデータの共有の方も、手をつけてまして、それを後半、ご紹介したいと思います。で、特に私力入れてきたのはですね、メタボロミクスだけに限らないんですけど、トランスクリプトームとかでも、そのデータの解釈って一般には結構難しい。で、特にメタボロミクスの場合は、メタボロミクスデータだけ単体だとよくわからないっていうことをよく聞きますし、私自身も扱っててそう思うなっていうことがありますんで、その辺ちょっと意識して、進めてきた研究内容をご紹介したいと思ってます。でもこの会場におられる先生方には釈迦の説法だと思うんですけど、ゲノム DNA から、バイオインフォマティクスってすごく発展して、キラーアプリもありますし、そういった状況はあるんですけども、これ生命のピラミッドって言われてて、実はちょっとちっちゃくて申し訳ないんですけども、ゲノム DNA から RNA になって、エピジェネティクスもあると思うんですけど、プロテインができて、その後プロテインの一段の、パスエなんかで代謝物ができる、こういう情報の流れがあります。で、異なるレベルから次のレベルのところを推定するっていうのは、割と、ゲノムは4種の塩基、あるいはヌクレオチドでできていますし、ある意味性的なこうストレージになっていて、そこから転写物っていうのは結構よく推定もできると。で、その後、タンパク質なんていきなり20種のアミノ酸になっちゃうんで、いきなり複雑になりますね。我々、未だに1次元のアミノ酸配列から 3D の構造を推定するというのはとても難しい。かなりチャレンジングな問題。で、さらにこの一段のプロテイン、あるいは酵素群っていうのが、代謝物を代謝していくっていうことになったら、もうだいぶ宇宙なわけですね。こういったものを相手にしていると。で、私、そのデータ解析っていうのを進める上で、よく感じるのが、特に植物だとすんなりいかない。で、メタボロミクスになると、いきなりよくうまくいかないってことがある。で、この植物とメタボロームっていうのが重なるともっとスムーズじゃないっていう状況によく直面します。で、これはどうしてなのかなって考えますと、代謝物の複雑さ、今ご説明申し上げたような、異なるレベルから、ゲノム DNA から代謝物の、生理活性とか生物活性とか、化学物理的な性質とか、ほぼ推定できないんですね。そういったもの、あと、代謝、ネットワーク固有の、ネットワーク自体が持つ複雑さ、例えば分岐のパスエがあったりとか、循環しているパスエがあったりとか、すると、結局代謝物の量が減った、増えたっていうのが、どういった意味合いなのか、それが生理機能とどう結びつくのかっていうのはとても難しい問題があります。それで、大体のイメージなんですけど、植物メタボロームってどんぐらい多様なのってよく言われるんですけど、一部の先生が、推定した限りでは、一応100万種以上あるんじゃないかって言われてます。で、この左側の図なんですけど、これはだいたい2000年の初頭ぐらいの時に言われてた話で、だいたい植物界のメタボロームって20万種は少なくとも作るよね、言われてました。で、我々特によく使っていたそのモデル植物の白いナズナですと、5000は作るだろう。そんな風な推定がされていました。で、動物のメタボロームももうちょっとコンパクトで、そこまでいかないと。で、植物と、ファンジャイですね、真菌とか、そういうのは結構こう、二次代謝物と呼ばれるものをよく作る。で、この100万種っていうものの算出方法なんですけど、ラップサックデータベースっていうのがありまして、これ、植物種の、二次代謝を格納しているデータベースですね。で、このデータベース内の情報を、統計処理してやるとですね、1植物種あたりのユニークな、代謝物、二次代謝物っていうのは、大体 4.76 個あったと。あるんじゃないかって。で、地
地球上に存在している喧嘩植物の数っていうのがまあ22万3千と。で、これ掛け算してやった時に106万っていうふうになったと言われています。それで、まあこういった多様な植物の、代謝産物っていうのを相手にするときに、まあ、簡単に書いてありますけれども、メタボロのデータを出すときの流れになっています。サンプルの調整を行って、データを出力分析系で取ると。で、このデータの前処理っていうのを行って、この後の下流の解析、まあ、例えば特計、大変量解析してみたりとか、火星解析してみたりとか、まあ、そういった流れに持っていくところ、ここ実は出力分析系のインフォマティクスの、まあ、一大主戦場の一つですよね。で、データ行列を作ってやって、このデータ行列を出発点にして、その後の統計解析をしていくと。で、データの解釈をして仮説を立てる。で、その仮説を実験的にバリデーションしていくっていうのが一連の流れになっています。で、ここ何十年かで、やっぱりこのそれぞれのステップに対応するようにいろいろなデータベースが整備されてきました。例えば、マスペックのデータベース、マスバンクですとか、メトリンといった、そういったものがあります。で、化合物のデータベースでしたら、ケグとか、先ほど言った、ナプサックとか、そういったものをよく使います。で、まあ、パスウェイ解析、あるいはパスウェイのデータベースですとか、最近だと、その、数理モデルに関するデータベースというのも整備されています。それから、我々が扱っている植物のメタボライトプロファイルデータというのも、一応データベースになってきています。それで、これ一例なんですけども、我々が、まあ、一応いろいろこう、まあ、標準的なプロトコルっていうんですかね、今のところ安定して、まあ、幅広い、代謝物を取るというプロトコルを使い、かつ、複数の出力分析系、あるいは、分離技術っていうのを組み合わせたときに、大豆の種子でどれぐらい取れたかっていうのを示してますね、これ。で、左側の図は、一応その流れになってて、実験デザインやって、分析して、データ解析して、作物評価っていうことに使えるっていうことは分かっています。で、この右側の表は、ちょっと字が小さくて申し訳ないんですけれども、ここにユニークなメタボライト、検出できた、あるいはアノテーションできた、時にユニークなメタボライトの数って書いてありまして、まあ、イオン性の代謝物狙うときに CAMS とか使いますね。極性物質取るときには LCMS。それから揮発性とか、まあ、一時代謝誘導体化を分けて、測るときには GCMS。で、まあ、大雑把にラフに言いますと、どの機器で測っても大体100個ぐらいが名前つくっていう、レベルです。で、これってメタゲノムだとかゲノムとか、あるいはトランスクリプトームですね。RNA-seq とか。そういうやつらの、分子のカバレッジから考えますとかなり違う、オーダーが違うってことですね。で、大体さっき白いナズナで5000って言いましたけど、どの植物も5000あったとして、まあ、大体100個しか決まんないんであれば、単一の機器から、機器で測ったときに100個あるいは、まあ、200個とか言っても、ほんと数パーセントしか、カバーしきれてないっていうのが現状なんですね。ただまあ、この現状の分析を使ってもですね、結構わかることはあります。で、この大豆の種子のメタボロム、実はモンサントとの共同研究で、グルフォサートっていう除草剤ですね、あれに耐性を持っている、GM プラントと、コンベンショナルな、大豆の品種、6種と8種ですかね。測っていると。で、これ、主成分分析のスコアプロットなんですけど、実は2箇所の土地で、フィールドでやってるんですね。で、青と緑とあって、これ大きく、まあ、第一軸に、沿って分かれているんで、もう土地の影響かなりでかいっていうのが見て取れます。で、なおかつ、ちょっと細かく見ていくと、このグループ A って書いてあるのは、低収量、つまり、歴史的には古い品種で、そこからどんどん育種を進めていって、あるいは GM のプラントっていうのを作っていったときに、この広がりを持っていて、こういうところも区分けられているということまで分かりました。で、一方で、フィールドの作物の評価もしますし、我々、植物工場的な LED、
を使った、レタスの研究というのを進めてみました。この実験はですね、レタスの葉病、まあ、小さい時の葉っぱに、LED の単色光を与えるという実験なんですね。で、光質はですね、青が2種、あ、緑が2種と赤を1種、これを連続照射して、1日照射したものと7日照射したものみたいなのを評価しました。そうしますと、我々の現状のプロトコルであっても、例えば、緑色光でより蓄積するような、まあ、レタス特異的に成功されるような通信っていうものがあって、そういうものを、捉えることができますし、赤色光ですと、諸島が溜まってるよってことがよくわかるんですね。で、こういったものって実は苦味とか甘みに直接関係しますから、評価の、すごく役立つ技術の一つであることは間違いないということがわかっています。ですので、代謝物のカバレッジを上げるために複数のプラットフォームを組み合わせないとそのカバレッジっていうのは増えないっていうのが現状なんですね。で、運よく、まあ、いろんなプラットフォームを組み合わせて幅広い、なるべく幅広い代謝物を取るということができたとしても、さらにその下流の解析のところで、どういう解釈ができるかっていうのはまた別の問題になっています。多くの場合、まあ、転写物、トランスクリプトンとかで開発された手法ってそのまま適用できたりとかするんですけど、植物のメタボルミクスってなると、またそこでちょっと一歩、手前のところで引っかかっちゃうってことがよくあります。そのお話をちょっとしようと思います。で、特にこの赤で囲んだところですね、和製解析とか、そういうのしたくなるんですけども、するためにどうしたかっていうお話を次にしていきます。で、この話はですね、まあ、遺伝子発現のデータ解析でよく使われる GSEA っていうやつの、まあ、メタボライト版を、植物メタボルミクス用にちょっとチューンしてみたっていう話なんですね。で、これ、その話の経緯なんですけど、これちょっとボケちゃっててよくわかんないかもしれないんですけど、こうフラボノイドって呼ばれるものを整合成する、シロイナズナで、整合成するパスになっている。で、フェニルプロパノイドっていう、整合成経路からこう派生してずっとこう、できていくんですね。この辺にちょっと見えないと思うんですけど、シアニジン出発の、アントシアニンっていう、なんかストレスとか受けた時に植物が赤色になったりするああいう色素です。それから、他にケルセチンとケンフェロルっていったものから出発して派生物ができていくんですけど、こう白抜きの丸っていうところが実は我々のプラットフォームで、まあ、よく安定して測れるものになっています。で、一方、この赤い太線で書いてあるところっていうのは、ケグですとか、プラントサイクっていうパスエデータベースで、カバーができているところ。すなわちなんか遺伝子とかがちゃんと見つかっているところですね。で、黒い線っていうのは、そういうのが情報がない。まあ、つまり、末端の方の、蓄積している代謝物は測れるんだけれども、それまでの過程のパスエが全くわからない。なんかよくわからない遺伝子がいる。まあ、酵素が就職をして、最終的に活性の高い、アントシアニンにしている。ってことはわかる。ですので、現状の、パスエ情報を使っている限り、ここまでいかないんで、なんか情報整備が必要だなと思ったんですね、この時。んで、まあ、時松さんって方と、まあ、当時 DBCLS におられまして、一緒にじゃあ整備していこうとなったんですね。で、その過程で、ウィキパスエズっていうものを活用しようじゃないかってなったんです。で、ウィキパスエズでパスビズヨっていうツールで、こういった形でこう、フラボノイドの整合成形を書いていけるわけですね。で、その書いた結果、じゃあ例えば末端のところを測れて、2分間で差があったよってなった時に、ウィキパスエズの API を使って、この情報を手元のまあ R の環境に読み込んで、注目するアントシアニン類に色をつけてくださいってことは簡単にできるってことが分かったんですね。で、ああ、よかったよかった。で、実際このウィキパスエズでデータを共有していると、
例えばこれサイトスケープって書いた文なんですけど、サイトスケープに読み込んで、でさらに、特定の過去のデータセットのプロファイルデータを読み込んで、棒グラフにするってことも簡単にできる。でこの場合です と、花に特異的に、蓄積しているフラボノールが、可視化できたり、逆に花ではないんだけど他の葉っぱとか根っこではありますよ、蓄積しますよっていうフラボノールが、まあ、一目瞭然になると。でこれはこれでよかったなって思いました、本的には。ですのでこういうなんか、キュレーション、まあ情報整備の一つとして、パセをキュレーションして、そういったものをちゃんとデータシェアしていくっていう方向性は、そんなに間違ってないんだなって、この時思いました。で、さらに、整備したデータ、あるいは既存のパセのデータっていうのを使って、もうちょっとデータ解釈に、役立つように、何か、ツールが必要だなと思ったんです。で、その時に思いついたのが、まあ、MSEA とメタボライトセットエンリッチメタナリシス。で、当然ですけども、元のアイデアは GSEA。すなわち、まあ、あらかじめ定義しておいた、ファンクショナルに、関連のある対処物群セットっていうのを作っておいて、それと、プロファイルデータから出てきた、まあ、着目するある一段のメタボライトがどういうパスウェイに関わりがあるかっていうのを統計的に、評価すると。そういった手法ですね。で、それでデータ解釈に使うっていうアプローチです。で、先行研究としても、当然、皆さんご存知かもしれないですけど、メタボアナリストがあったりとか、山本さん作られた MSEA、PGA とか、この後すぐ、去年出ちゃったんですけど、メタボライトアナリスト R っていうの、まさにこれそのまんま R、老眼できちゃう。そういうのはあるんですが、まあ、我々植物側からですね、情報整備をし、かつ一連の流れでこの解析ができちゃったらいいなと思って、この研究を進めました。ですね、まあ、メタボライトセットっていうのは今ここに書いてあるんですけど、例えば、ケグのパスウェイであったりとか、プラントサイクのパスウェイの情報であったりとかするものです。で、さらにその考えをこう進めると、例えばあるストレスコンディションの時に、コントロールと比べて増えた減った変化した代謝物群、そういったものもメタボライトセットとして使うことができるということが示唆されます。ですのでこの研究としては、まあ、とにかく代謝物プロファイル、特に植物ですね、そういったものの生物学的な意義とか、まあ、データの解釈っていうのを改善したいと。でさらにそういったここの一連の流れの解析の結果を、まあ、ビジュアル化したいというのが一つ目的でした。でこのスライドはですね、私ども作りました、まあ、スタンダードのパッケージなんですけど、まあ、主に4つの機能がありまして、一つは既存の、まあ、パセデータベースから情報を、まあ、取ってきて、メタボライトセットに組み上げるっていう関数ですね。この場合ですと、まあ、ケグのレストを使ってみたりとか、あるいは KGML のファイル、もしくはローカルの、アーカイブファイルから、メタボライトセットを使って解析に投げることができると。それからですね、ユーザーが、定義したメタボライトセットっていうのを、まあ、読み込むっていうだけの関数なんですけど、例えば我々、整理した、メタボライトセットを、もうすでにこれ組み込んであるんですけど、実は、まあ、GMT っていう、後ほどちょっと紹介しますけども、ファイルを読み込んで、それを、MSEA 解析に持ってくると。で、3番目は MSEA って、まあ、そのままの、フィッシャーエリザテストに基づく、エンリッチメント解析ができるようになっていると。で、4番目はビジュアライゼーションのところですね。こういったバープロットとか、ドットプロット、それからメタボライトセット間の、ネットワークのつながり、そういったものがビジュアライゼーションできるようにしてあります。で、結果としては、まあ、基本的にはこういうテーブルなんですね。パセの情報があって、あるいはメタボライトセットの情報があって、それにデスクリプションがあって、それが、一連の代謝物群が、そのパセに関わっているという、その、有意義、
性、有意水準ですか、そういったものが、テーブルになってた。それで、当たったものがそのバスの中 と、一連の着目しているリストの中の代謝物群がどのぐらい当たってるかっていう情報も一応入れてある。で、先ほど言ったように、データをいっぱい取得して、このデータ解析、下流のデータ解析のところを、進めていって、いろんな条件の時に変化している代謝物群っていうのをそのメタボライトセットっていう形でコレクションしていけば、より良いデータ解析につながるんじゃないかと考えました。でこういった、性のフィードバックみたいなのが、できるといいなと今思っております。で、実際にそういったコレクションするときにはですね、この GMT っていうフォーマット、これ簡単でして、メタボライトセット、あるいはパスウェイの名前がついていて、デスクリプション、あるいは、元になったパブリケーションの情報とか入れておいて、あとは横丁に、このメタボライトセットの中のメンバーを並べていくっていうだけの話です。で、私ども、文献の調査もしまして、過去の他グループで取った、例えばストレスのデータセットとか、ある、乾燥のストレスの時に動く代謝物とかっていうのを整理していくと。で、これはリコンパイルしてパッケージに載っけてあります。実際ケーススタディとして、我々、2017年に発表したやつですけど、白いナズナでグルタチオンの整合性経路に変異がある。変異体というのがいるんですね。で、グルタチオンの整合性経路の立足酵素であるこの GSH1 というものに変異が入っていて、野生型に比べて大体 10% か 20% ぐらいのグルタチオン量しか、示さないっていう変異体が分離されてるんですね。で、それを使いまして、代謝レベルの評価をしたと。で、この B の図はですね、その、見た目なんです。で、2つのマイルドなストレスを使ってます。で、MV って書いてあるのメチルビオロジェン、オキシデイティブストレス、酸化ストレスを与えるものですね。で、P リミットって書いてあるんですけど、これはリン酸が欠乏している状態。欠乏って言っても、普段の倍値の5分の1ぐらいの量になってる。で、右端がストレスなしの状態。基本的にこの PAD2、CAD2 ってそのグルタチオン整合性経路の変異体というのは見た目があんま変わらないです。でも実際なんか、シビアな条件でやると明らかにこれは小さくなるんですけども、今回のこの培地の場合ですとあまり見た目が変わらない。で、酸化ストレスした時も、なんかどれも同じようにちっちゃくなってるなってなって、じゃあ中身どうなってんだっていう話でメタボライトプロファイルを送りました。で、そうしますと、これ PCA なんですけど、ストレスがない状態と、マイルドな、リン欠をしたとき、あるいはマイルドな、酸化ストレスを与えたときで、はっきりと成分、代謝の成分が、違うんだなということが、この図から示唆されました。で、先ほど作った MSEAP、この論文出したときは、この、解析しなかったんですけども、大体の流れがこれ R のコードで書いてありまして、もともと作ってプリコンパイルされている、アラサイクというかパスへのデータベースのから作ったメタボライトセットを読み込んで、それから文献の調査をしたストレス応答性の代謝物セットっていうのを読み込んで、さらにフラボノイド、先ほど我々が情報整備した、パセン情報を、メタバラセットの情報を読み込んで、これら実はリストの形式なんで全部結合できると。で、そうしますと281個のメタバラセットっていうのが使えるようになります。で、これらを使いまして、この論文の時のマイルドなオキシデイティブストレスをかけた時とコントロールと比べて、37個の、優位に、増加した代謝物群というのがありました。で、これらには、一次代謝、二次代謝が入っていて、例えば、主に二次代謝ですと、フラボノールとかアントシアニンが入っていた。で、これらのデータセットがどういったパスウェイに関わっているかっていうのを最後に MSEA って一行打って、結果を見ました。そうしますと、これ、
バープロットっていうもので結果を示してるんですけど、赤くなればなるほど有意な、関わりがあると。その罰線に関わりがある。で、文字が小さくて申し訳ないんですけども、上の方には、文献整理したそのストレス応答性の、メタボライトセットっていうのが出てきていることが分かりました。で、同様に、こう、ドットプロットと呼ばれる、その変化したメンバーの数が多いとこ、このサークルがでかくなって、色が、まあ、ついてるほどなんか優位だみたいな図示の仕方なんですけど、そういうのもできるようになっていると。で、まあ、この辺、よく見るとですね、やっぱり乾燥ストレスですとか、あと、強い光、強光に応答する代謝物群に関する、まあ、活性が出てきている。ですので、こういった乾燥とか、こう、エアバイオティックなストレスの裏にはですね、背後には結構オキシデイティブストレスあるんで、あ、結構合理的かなって、この時は思いました。で、先ほど申しましたけど、代謝物セット間の関係を、まあ、表す。すなわちこれ、特にパスウェイのデータベースとか複数組み合わせますと、完全にサブセットになっているようなメタボライトセットっていうのも当然出てくるんですね。で、こういった重複度合いっていうのが実は、エンリチメント解析に影響するってことも分かってまして、まあ、そういったことを図示しておくっていうのが重要かなと思って、こういうネットワーク表示も用意しています。で、こういったその結果の情報っていうのは、サイトスケープのように読み込んで、自由にこう動かして、インタラクティブに図にすることもできるようにしてあります。ですので、ここまでのまとめを言いますと、ちょっと MSEP っていう、ちょっとプロトタイピングに近いんですけども、こういったものを使いますと、まあ、バクテリアとかアニマルのみならず、植物でもいけそうだって、よくわかりました。で、こういった、まあ、植物用にストレスの応答性の、メタボライトセットを作るために文献調査とかデータの再解析することによって、メタボライトのデータも実は再利用性あるんじゃないかなと考えています。ただ、地道な作業が実は残っていて、既存のデータベースで整備されていない情報っていうのを自分たちでやっていかないといけない。あるいはコミュニティベースで、進めていかないといけないと思っております。で、一応パッケージここに。GitHub にありますんで。で、最後はですね、今、JSTNBDC の方で、統合化推進プログラムで進めている話題になります、ね。メタボロームデータのレポジトリ作っていこうっていう話ですね。で、皆さんご存知かもしれないんですが、メタボロミクスのレポジトリで2台、データベースもすでにありまして、ヨーロッパに1つとアメリカに1つ。ただ、これら特に、なんていうんですかね、論文投稿したときに、レビュアーに言われたから登録するとか、あるいは NIH の予算 をもらってるから登録しなさいみたいな、力学が働いてまして、意外とこう、情報がスパースだったりとか、再解析、あるいは再利用とか、再現性を評価するとかってなった時に、簡単に利用できるかっていうとそうでもない。意外と難しい。そういう状況にあります。で、我々、今年度からですね、研究の課題名としては物質循環を考慮したメタボロミクス情報基盤というもので、代表者が、遺伝系の有田先生になってまして、彼のことを、チームが4つあって、その4つで今、この課題を進めているような状況です。で、これが大体の、概略図になっています。これまで、有田さんが開発してきましたマスバンクのウィキも含めて、実験のメタデータとか、生データのリポジトリを作る。で、さらに、奈良線の方ではですね、まあ、生物主観を超えたような代謝マップを作ろうじゃないかっていう、まあ、壮大な計画のもと、メタメタボリックマップの作成を進めていて、まあ、メタボバンクって今呼んでるんですけど、そういった大きな枠組みの中にみんな押し込んで、レポジトリ機能をさらに持たせるっていう計画で進めております。で、我々理研 CSRS の、研究チームはですね、
まあ、プラントのメタボロのデータ結構溜まってますんで、まあ、10年以上溜めてるんで、それを、まあ、まずは公開してくださいということになっています。ですので、理研のプラントメタボロ、まあ、プラントいるのかいらないのかって議論になったんですけど、まあ、一応今のところ理研 BMM っていうのを作っております。で、その際に、この後ちょっと説明しますけども、まあ、セマンティックウェブの技術を使わなきゃいけないってことで、それで進めています。で、こっちの方は、その溜まったデータを再解析あるいは再アノテーションするっていう計画もあってですね、ただ今日ちょっとこっちの方はほとんど紹介できません。で、そういうふうに進めております。で、社会性っぽいかもしれないですけど、そのリンクとオープンデータっていう概念のもと、まあ、旗印のもと、我々が持っているメタボロムデータも、共有していこうと考えています。まあ、何にでも URI をつけて、RDF っていうフレームワークの中で、データを互いにリンクさせていくっていう考え方。僕もちょっと専門じゃないんでよくわからないですけど、まあ、その時にオントロジーを使ったりとか、そういうことをしてくださいという、枠組みですね。で、この RDF と呼ばれるサブジェクト、プリディケート、オブジェクトというこの3つ組みの、有効グラフっていうのを形で、情報整備し、公開し、共有していくっていうことをするとですね、そのスパークルっていうその問い合わせ言語を使うと、いろんなところにあるこの RDF 情報を統合することができると。まあ、なんてハッピー。じゃあ僕らも頑張るよってことで、理研のメタデータベースっていうのは実は、今、ワコにおられる小橋則夫さんという方が、すでに先行して作っていて、理研にあるデータを、すべてこの RDF の形式で公開するっていう、壮大なプロジェクトです。で、これの枠組み利用させていただくっていうことになりまして、我々は、じゃあ、メタボロのデータを入れるためのスキーマを設計しなきゃいけないってことになったんですね。でも、これって大部分は、NGS ですとか、JPOST とか、そういった、先行する研究のスキーマ、思いっきり、参考にさせていただいています。で、さらに、メタボロミクススタンダードイニシアチブって当然ありまして、まあ、その、最小限の情報、あるいは、まあ、再利用に必要な情報っていうのを書いていきましょうって、まあ、枠組みに一応沿うような形で、設計は行っています。で、ちょっとだけ見ますと、よくあるバイオロジカルサンプルって。で、サンプル ID つけて、その後なんかこう、NCBI のタクソノミ ID を使ってみたりとか、植物の場合ですと、オルガンとかティッシュとかも、そういったもののオントロジー、利用できるところは基礎のオントロジーを使うという形で進めています。で、今、データのレジストレーションのところはすごく煩雑でして、まあ一応 Excel で入力するんですけども、とんでもない数のシート数になっていて、まあそれって、RDF のクラスですとか、まあそういったものに関係してるんですね。ただ、こう、まあ、とにかく頑張れば、Excel で入力して、この理研 PMM って形で公開ができるような流れはできたということになっています。で、今これが最新の、まあ見た目になってるんですけど、ここ、メタボバンク理研 JP って言っていただくとわかるんですけど、そのクラスの数とかトリプルの数とか、まあ、統計一応出るようになってるんですね。ただ、ポチポチ押して相当頑張らないと生データがたどり着けないという状況になってます。で、まあスパークルにすごく、慣れてる方は、このエンドポイントに何かしらの、問い合わせをすれば、情報ががっさり取ってくれるっていう状況にはなってます。ですので今、これを、まあ、バックにして、表側はもうちょっと使いやすい、GUI を開発しているような状況です。で、これ開発中の画面なんですけど、完全にスパークルの問い合わせによって、これちっちゃくて見えないんですけど、各研究プロジェクトをのデータですね。完全にメタデータと生データとか一体になっているものが今だいたい20セットぐらい入っていると思うんですけど、そういったものがまあ検索できるようになっていると。で、この後はやっぱりその各研究プロジェクトで、使った研究デザインですとか、ある生物種が持っている代謝物の一覧が出たりとか、まあ、そういった夢のある検索が可能な GUI を作っていこうかと思っています。ですので、我々ちょっと、今、理研 BMM 作ってます。
で、それを RDF に基づいて作っていまして、これらができますと、とても、データの共有というのが進みますし、データの配布、あるいはそういったものを見つけやすくなる、そういう状況が生まれると、信じております。で、先ほど申しましたけれども、将来的なこれ遺伝研の、ジェネラルパーパスを持った、レポジトリに、まあ、なるような形で開発を進めていますので、一般ユーザー用に簡単に入力できる、まあ、もう一つ、なんか、使いやすいインターフェースを持ったスプレッドシートとか、まあ、そういったものを作らなきゃいけないなとは思っています。で、まあ、こういったことを進めていきますと、まあ、いいレポジトリができるんじゃないかなと考えております。で、以上の研究はここにお示ししました方々のご協力を得まして進めております。これも分かれて、御礼申し上げます。発表は以上です。